酒とは、顔に生じる皮膚疾患の一つ。酒焼けとも呼ばれる。日光、ストレス、寒暖や風、運動、化粧品などが、きっかけとなりやすい。治療は、軽症から中等症では、第一選択は、メトロニダゾールやアゼライン酸。きっかけを避け、日光から防御し、ステロイドの使用は避ける。酒さの症状が現れやすい部位。症状。 顔がほてり、鼻や頬の血管が炎症を起こし、真っ赤になるように見える。視線、感染の疾患とされている。不死を伴うこともある。きっかけとなりやすいのは以下。担当は、皮膚科である。診断は発信の典型的な外観に基づいて、下され、特別な検査法はない。最初に症状が現れた時の年齢と、 黒色面法や白色面法が見られないことが、ニキビとの区別に役立つ。酒さよう、皮膚炎は、酒さに適した、医薬品の保険適用がないため、脂老性皮膚炎や、接触性皮膚炎として診断して、ステロイド外用薬やタクロリムスを処方し、連用している最中に生じることがある。軽症から中等症では、第一選択は、メトロニダゾールやアゼライン酸。 中等症から重症で、最初の治療に反応がない場合、ドキシサイクリンを追加。アゼライン酸は、日本では、医薬品としては、未承認の、小麦など、穀類や酵母に含まれる成分で、抗菌、皮脂分泌抑制、抗炎症作用、核解状の抑制作用があり、商品名、DRX アザとして、病院専用の化粧品に配合され販売されている。 2015年の国乱レビューでは、ドキシサイクリン 40mg が有効だという質の高い証拠がある。低用量、イソトレチノインは、ドキシサイクリン50から 100mg よりも、わずかに効果的であるという質の高い証拠がある。ミノサイクリン 45mg が、急進濃法性主査に有効であるという質の低い証拠がある。菌が、 薬剤体制を持つ場合には、急進脳法性にイソトレチノインが使われる場合があり、その場合には、再帰形成のため否認が必要となる。ブリモニジンの塗布薬も治療薬として使用される。日本では、未承認。医療品質のマヌカハニーは一つの、ランダム化比較試験で、69名で1日2回ハチミツを、塗布するか偽薬の塗布かに分かれ、偽薬に比して有効であった。 写真家を非難するジョン・モルガン。彼は酒さによる醜い鼻のため写真を撮られるのを嫌っていた。病院で酒さの診断を受けた患者における認知症のハザード比は1.42でアルツハイマー型認知症のハザード比は1.92と報告されている。酒さは認知症と優位に関連している。ありがとうございます。